名古屋市営地下鉄桜通線。桜通り線は、愛知県名古屋市中村区の中村区役所駅から同市、緑区の徳重駅までを結ぶ、名古屋市営地下鉄の路線。正式名称は、名古屋市高速度鉄道第6号線。ラインカラーは赤、である。すべての駅で、マナコ、2011年2月11日に導入などの、交通系。 IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。現在の始発駅である中村区役所駅は対交通愛知県道68号名古屋津島線の地下にあり、名古屋市道名古屋環状線が交差している。自駅の名古屋駅、明駅から今池駅の間は東西に伸びる桜通りの地下を通っており、路線名の由来となった区間である。 同区間は錦式通地下にある東山線と並行しており、同線のバイパス路線としての役割を担っている。今池駅の手前で進路を変え、桜本町駅までの間は南北方向に伸びる名古屋市道名古屋環状線の地下を通る。桜本町駅の南で再び震度を東に変え、あとは終点の徳茂駅まで東海2。 名古屋市道東海橋の地下を通る。この内鶴里駅、野波駅間では、天白川の下を通るため、名古屋市営地下鉄で唯一の複線シールド構造になっており、両方向の電車が至近ですれ違う様子を見ることができる。桜本町伊藤の区間では区画整理が進み、それに伴い住宅開発とともに、人口の増加が著しい名古屋市南東部郊外の、 鉄道空白地域を解消する路線としての役割を担っている。名古屋駅久や大通駅、名城線の理解駅間は利用客が多く、通勤ラッシュ時はさらに混雑する。また、通学、帰宅時間帯には、今池駅車道駅間は沿線に学校が多く、存在することから混雑が激しく、ダイヤの乱れの原因となることが多い。2015年度の輸送人員は、 約二十七万人、日である。以上に伸びた路線構造から、桜通線は、東山線、名城線、鶴舞線との乗り換え駅が、それぞれ二駅ずつ設置されている。また、名古屋駅後基礎駅間は、基礎路線との交差駅ではすべて桜通線が打線の下を通り、名駅や坂への大規模な地下街を潜るためほとんどの駅が二十メートル近い深度にあることから、 名古屋市営地下鉄では最も深い位置を走っている路線でもある最新は丸の内駅で震度24メートル。一方で桜山駅なんでは既存路線と交差するのは名城線と交差する新玉橋駅のみであるため道駅や愛生山駅、上沢駅以外は震度20メートル未満の浅い駅が多い。また名古屋市営地下鉄で唯一南区と 緑区を通る路線でもある。桜通線と他社線との乗り換え駅は、名古屋駅のみであるが、一部の駅、桜本町駅と、名鉄名古屋本線の桜駅、久屋台通駅と、名鉄瀬戸線の栄町駅とは、徒歩連絡が可能であり、実際に乗り換える人も、若干いる、連絡運輸はない。後発の路線のため、名古屋市営地下鉄では、最初に AT、ATO、 自動列車運転装置を採用した路線であり、すべての列車で運転手のみが乗務するワンマン運転が実施されている。また、いち早くから可動式ホーム柵、ホームドアが各駅に導入された路線でもある。名古屋市営地下鉄の中では、名城線、名港線、東山線とともに路線が名古屋市内に収まっており、営業運転で車両が名古屋市外に出ない路線である。 桜通線の車両整備等は、徳茂駅に併設された徳茂車庫で行われている。ただし、大きな検査は、日清市にある日清工場で行っており、大きな検査が行われる際は、丸の内駅に設けられた鶴舞線とを結ぶ連線を介して、日清工場まで自力改装している。接近メロディの曲名は、中村区役所駅方面が、チェリー。 特殊園駅方面がオーバルである。すべての列車が各駅停車で全区間通し、運行が基本である。ただし、終電が中村区役所駅発、特殊園駅発のいずれも今池駅までの区間運行であるほか、夜間及び土休日朝に桜山駅発、または桜山駅間の区間運行が設定されている。また、 中村区役所駅発の終電一本前は、徳重駅まで行かず、野波駅までの区間運行である。大晦日から元旦にかけての終夜運転では、通常の今池止まりの後から30分間隔で、全線通し、運行となる。2011年の徳重開業後はに形式5両編成24本120両の体制になっている。桜通線用の車両は、開業時より、 全車建材であり、現在のところ廃車は生じていない。通常は全編成が運用されることはなく、鶴舞線の日清工場に2編成留置される。ホームは中村区役所駅から野並駅は20メートル車8両編成に、鳴子北駅から徳茂駅は20メートル車6両編成に対応しており、すべての駅に可動式ホーム柵が設置されている。 六両編成以上の定期列車が入線することはないため、電車が止まらない部分には普通柵を設置している。可動式ホーム柵は2011年3月27日に設置された、鳴子北駅、愛生山駅、上沢駅、徳志駅の各では開業と同時に使用が開始され、既存の駅でも順次設置され、同年7月23日までに全ての駅で設置が完了した。 当初は7月16日設置完了予定だった。また、名古屋市営地下鉄の開業区間で、初めて駅のテーマカラーが設定され、既存の各駅でも、可動式ホーム柵の設置とともに設定された。可動式ホーム柵は、2016年2月29日に、東山線で全駅に設置が完了し、名城線、名港線でも設置が予定されている。ホームは、 常に進行方向右手となるよう全駅で島式ホームとなっている。また、日本国内の鉄道の多くでは車両の運転台を進行方向左側に設置しているが、桜通線では車両の運転台をホームに近い進行方向右側に設置している。乗務員は可動式ホーム柵の最前方のモニターテレビでホームに設置されたカメラ等との映像を見て、 ホーム前後の安全確認やドアの開閉、発信操作を行う。これらの設備により、ホーム安全やドア開閉の確認を容易にし、ワンマン運転を可能にしている。なお、開業から、可動式ホーム柵が設置される前までホームの映像は、駅侵入時から、発車直後まで、運転台にあるモニターに映していた。すべての駅で、エレベーター、 エスカレーターや車椅子使用者対応トイレ等のバリアフリー化が完了している。現在、名古屋市営地下鉄全域で整備が進められているバリアフリー設備の整備が始まったのは桜通線である。なお、すでに全域で導入が完了している押しボタン式の列車非調停手警報装置の整備が始まったのもこの路線である。LED 式発車表が 全駅に設置されており、各種運行情報やニュースなどが表示できる。東山線や名城線、名港線ではニュースなどを表示中に行き先表示の英字表示ができなかったが、この後採用した鶴舞線と桜通線ではニュースなどを表示中も行き先表示の英字表示が可能になった。ホーム接近アナウンスにおいて最近までは、例3番ホームに今池、 新玉橋方面、徳志駅が参ります。ご注意ください。と、アナウンスされていたが、2016年3月9日頃からは、ご注意ください。の部分が、ホーム柵から離れて、お待ちください。に変更されており、乗り換え駅など主要駅では、駆け込み乗車は、危険ですからおやめください。の文言が追加されている。名古屋市営地下鉄桜通線の年度別の、 輸送実績を過表に記す。表中、最高値を赤色で、最低値を緑色で表記している。1972年、昭和47年の都市交通審議会等申第14号において、計画化された路線である。当時、東山線では、通勤時間帯に、名古屋駅での改札止めが状態化し、昭和50年代中頃には、名古屋駅伏見駅間において、 混雑率が250%を超える状況となっていた。そのため、東山線の混雑緩和のため、バイパス路線として、まず、中村区役所駅今池駅間の建設が行われ、1989年、平成元年9月10日に開業した。同区間の工事は、名古屋駅の地下をくぐる構造を建設するもので、採用された大規模アンダーアップニング工法が、 土木学会賞技術賞を受賞した。当選名古屋駅ホームにはそのプレートが埋め込まれていたが、2015年に撤去された。桜通線は当初からワンマン運転を行うことを前提に、すべてのホームを島式とし、すべての車両の運転台をホームに近い進行方向右側に整備した。開業時は車掌が乗務していたものの、 ATO 導入が完了した1994年、平成6年2月16日からは、ワンマン運転を開始した。同じ年の3月30日には、今池駅、野波駅間が開業した。2011年、平成23年3月27日には、野波駅、徳島駅間が開業した。開業が、東北地方太平洋沖地震の直後となったため、 記念イベントを中止し、土日エコ切符、ビートレインショーティーなどの記念グッズの販売のみ行った。同区間については、名古屋市が2000年、平成12年12月に、次期整備区間として建設する方針を固め、2003年、平成15年9月5日、同区間の第一種鉄道事業許可を取得し、建設を開始した。開業に伴う、試運転は、 2011年1月22日から通常の旅客運行を利用し、野並駅での乗客乗降前後に、開通後の運行を想定して、野並駅、徳茂駅で行った。なお、野並駅、徳茂駅の延長工事に関し、2007年、平成19年1月、工事に伴う入札で、大手ゼネコンが談合の疑いで、名古屋地検特捜部と、 公正取引委員会の家宅捜査を受けた。同年2月28日には、大手ゼネコン5社の幹部らが、独占禁止法違反容疑で逮捕された。1992年の運輸政策審議会答申、第12号名古屋県における、高速鉄道を中心とする交通網の整備に、関する基本計画についてにおいては、以下の区間が、延伸計画として策定されている。 これらのうち、今池駅、野波駅間は1994年、野波駅、特殊芸駅間は2011年に開業済みである。特殊芸期等については、豊明北から、さらに東進して、豊田市南部へ延伸する経路は未定である。構想段階に過ぎず、事業化の目処は立っていない。1992年策定の海輸政策審議会、東進第12号では、 2008年までに整備の推進を図ることが適当である路線として、中村区役所駅から東山線の中村公園駅を経て、中村区稲橋地区、海部群を大春町、天市執方町方面への延伸が示されている。特殊芸等と同じくまだ構想段階に過ぎず、事業化のめどは立っていない。全駅名古屋市に所在。駅名左の野の色は、 可動式ホーム作などに使われるテーマカラー。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。